テイルズ・オブ・シリーズ、テイルズ・オブ・ハーツ、テイルズ・オブ・ハーツは2008年12月18日にバンダイナム・コ・ゲームスから発売されたニンテンドー d s o RPG、テイルズ・オブ・シリーズの一つ。シリーズ初の試みとして、劇中で、プロダクション・ IG によるアニメーション・ムービーが流れるアニメ・ムービー・エディションと、白組による CG ・ムービーが流れる CG ・ムービー・エディションが同日。 発売された。戦闘システムは評価の高かった PS2 版テールズオブデスティニーのものを踏襲している。交渉ジャンル名は心と出会う RPG。本作品では心を主軸に描いており、ストーリーはヒロインの琥珀の砕け散ってしまったスピリアを取り戻す前半と世界を救うべく奔走する後半の二部構成となっている。また、作中には テールズオブデスティニーへのオマージュがあちこちに散りばめられているとされる。2013年3月7日にはリメイク作品テールズオブハーツアールがプレイステーションウィータで発売され、同年10月9日から2016年3月31日まで iOS でも配信された。パーティーキャラクターの追加やシステムの刷新などが行われ、ムービーは DS 版のアニメムービーエディションのものが 採用されている。交渉ジャンル名は新たな心と出会う RPG。北米及び欧州では PSB 多版が2014年11月に発売された。下記の記述は DS 版のものであり、リメイク版の PSB 多版とはストーリーの流れや設定が一部が異なる。小さな漁村に祖父、ゼックスと住む少年シングは、 ある日浜辺に打ち上げられた二人の兄弟翡翠と琥珀を発見する。意識を取り戻した二人は、相馬を探し、ゼクスを訪ねて、村にやってきたことをシングに告げる。シングは使われないように隠してあったぜ、クスの聡馬を勝手に持ち出し、母の形見の相馬が建て祭られている、三崎の祠に向かうが、そこで、謎の魔術師に襲われ、琥珀はスピリアにダメージを受け、 駆けつけたゼクスも大怪我を負ってしまう。ヒスイは回復術での治療を試みるが、ゼクスの容態はひどく、そのまま命を落としてしまう。シングは琥珀を救うためにスピルリンクを行い、その琥珀のスピリアの中でエメラルドの神の少女リチアに遭遇するが、突如リチアが姿を消し、同時に琥珀のスピリアが砕け散り世界各地へ分散してしまい。 琥珀は感情を失ってしまう。翡翠に責められながらも、自分の手で琥珀のスピリアを元に戻すことを決意した、シングは二人と共に初めて村の外へ旅立つ。村の外に出たシングたちは、運び屋のイネス、自称天才画家のベリル、機械人訓イトラを仲間にし、スピルーンを狙う決勝騎士カルセドニーと敵対しながら、琥珀のスピルーンが元で起こった事件を解決し、 スピルーンを回収していく。その旅の中で、シングたちはかつて、リチアが犯した罪、そして世界に迫りつつある脅威と向き合うことになる。PS2 版テールズ・オブ・デスティニーの戦闘システム AR-LMBS を進化させた、コンビネーションウェアリアル・リニア・モーションバトルシステムが採用されている。タッチパネルに、術技を設定し、タッチすることで、発動時間を、 ショートカットするだけでなく、戦闘に参加していないパーティーキャラクターの術技を設定することで、援護キャラクターとして使用できるのが特徴である。また、戦闘参加キャラクターと不参加キャラクターの特定の技の組み合わせにより、強力な合体技が発動する。他にも、特定の条件を満たすことで、シリーズ作品のパーティーキャラクターや他の、 ナムコ製ゲームのキャラクターも援護キャラクターとして登場する。エンカウントシンボルエンカウントを採用しており、フィールド上に存在する敵シンボルに触れると戦闘になる。敵シンボルは基本的に黒だが、稀に希少種と呼ばれる色付きの敵シンボルが存在し、接触すると通常より強い一ランク上の戦闘になる。希少種には青、赤、木の三色が存在し、 気象主との戦闘に勝つと、青はアイテム、赤は経験値、木はガルドを多く獲得することができる。本作に登場する武器、用語としての解説は口実。各パーティーキャラクターごとに固有の相馬を持ち、付け替えは不可能。本作では、相馬以外の武器は登場せず、素材と呼ばれるアイテムを消費して相馬を強化する。 相馬ビルドを行い新たなスキルを習得する必要がある。スキルは4種類に分類され、能力を向上させるパラメータスキル、コマンドにより特殊アクションを発動するアクションスキル、特殊効果を付加するサポートスキル、技を覚えるバトルスキルがある。相馬ビルドが一定量に達すると相馬を次の形態に進化できるようになる。エボルブはパラメータ サポートスキル重視、パラメータバトルスキル重視、サポートバトルスキル重視の3種類が存在する。ただし、一部を除き戦闘でのエフェクトに変化はない。キャラクター同士には、ソーマリンクッチが設定されており、シナリオの進行などで変動する。ソーマリンクッチが高くなると新たなスキルを習得できる。作中において、心や、 感情は、スピリアという名称となっており、スピリアに命じろ、スピリアの友など、心という言葉の代わりに使われる。スピリアは、スピルーンという、人の意志の核となる結晶によって形作られている。スピルーンの形状は人によって異なり、琥珀のものは、花のような形になっている。スピルーンは、スピリアの迷宮、スピルメイズに収められており、スピルメイズには、 スピルリンクを行うことで侵入可能。最深部では口を閉ざしたり、スピリアを開かない相手の本音を聞くこともできる。スピルーンが全部なくなってしまうと、スピルメイズ自体がだんだん狭くなり、最終的には消えてしまう。強い思いが込められた物体にもスピルメイズが存在していることがある。本作では二つの世界、結晶界と腹界が存在し、それぞれの住人は、 結晶人、原海人と呼ばれる。結晶人は、スピリアを自由に分離できるほどの文明の発達を果たしており、精神寿命に肉体を合わせることで数千年の寿命を得たが、代償にスピリアのバランスを崩してしまい、持て余した人生の時間を戦争をかけごとにして、楽しむような人の道に戻った行為をするようになった。この戦争で、ゼロムという兵器が生み出された。 ゼロムは、人のスピリアに侵入して、スピリアを食い荒らし、己の感情を抑えきれず暴走してしまう状態、でスピル病を引き起こす。スピリアをゼロムに食い尽くされると肉体が白い結晶と、化す、発火という状態となる。ゼロムの開発には、原海人が利用されていた。このような戦争や原海人への支配を憂いた、結晶人フローラスポディウムは、世界平和のための計画。 茨の森計画を立案する。それは、人同士のスピリアをつなげる道具、相馬を作り出し、それによって、すべての人が分かり合えるようになるというものだった。同じく決勝人のクリードグラファイトは巨大ゼロム、ガルデニアにより人々から、争いの思念を取り除く、ガルデニア計画を、立案、実行するが、ガルデニアの暴走により決勝人は皆スピリアを、 食い尽くされ発火することとなった。物語の舞台となるのはそれから2000年後、統一国家、マクス帝国が統治する原海である。相馬は強力な武具として、原海人に用いられ、結晶界は、白い月、ガルデニアは、黒い月と呼ばれ、その本来の姿は忘れ去られていた。一部のキャラクターの名前は、功績の名が由来となっている。末置き機並みのボリューム。 新しいマザーシップタイトルを携帯機で、そしてテイルズ・オブ・デスティニーを DS で再現が開発スタート時のコンセプト。開発は2006年冬から行われており、期間は約2年。キャラクターデザインは井ノ又ツ美が担当。オファーがあったのはテイルズ・オブ・イノセンスの作業中だったことから本作と並行作業となり、井ノ又は 頭の切り替えが大変だったと語っている。プロデューサーの馬バ場バデオによれば CG ムービーエディションが用意されたのは新たな表現の模索のためであえてユーザーが考えなかったであろう CG での表現に踏み込んだ。CG ムービー制作は白組で PS2 版テイルズオブデスティニーでのイベントムービー作成が本作での起用につながったとされる。アニメーションムービーの制作は プロダクション IG。2ギガビットの DS カードが採用されており、これは、テールズ・オブ・イノセンスの倍の容量となる。主題歌は、ディーンの永遠の明日。ディーンにとっては、テールズ・オブ・デスティニーの夢であるように以来となる提供曲。オープニングムービーに流れるものと原曲では、音程に若干変更がある。アニメムービーエディション、CG ムービーエディションともに、初回予約特典が、 同時発売された。アニメムービーエディションはドラマチック DVD、CG ムービーエディションはビジュアルオリジナルサウンドトラック DVD が同梱されている。DS 版はエンターブレイン調べでは初週で14万1610本を販売し、テールズ・オブ・イノセンスの初週売り上げ10.6万本の記録を上回った。アスキー総研調べでは初週には 推定13.7万本を販売し、内訳はアニメ版が12.2万本、CG 版が1.5万本だった。ゲームウォッチでは、末置き機のシリーズの基準を満たす収作と評価された。2013年3月7日に、プレイステーションビータから発売された、テールズ・オブ・イノセンス・アールに続く、リーマジネーション作品。略称は、と 2012年12月25日からは体験版が配信開始。全パーティーキャラクターを使用できるほか、体験版のセーブデータがメモリーカード内にあると製品版でシングヒスイ、ベリルガラドの水着衣装をゲーム開始時に使用できるようになる。週刊ファミ通のクロスレビューでは40点満点中34点でゴールド殿堂入りを獲得した。電撃。 プレイステーションのレビューでは400点満点中340点を獲得した。グラフィックは 2D から 3D に変更。メインシナリオはフルボイス化され、ノンプレイヤーキャラクターだったカルセドニー及び新キャラクターガラドがパーティーに参加する。セリフは DS 版のシナリオを担当した山本直元とテールズ・オブ・イノセンス・アールでもシナリオの再構築を行った。 前田圭氏が共同で見直している。また、テールズオブイノセンス R では、サブイベントが、イラストで、表現されるという演出があったが、これが好評だったため、本作にも採用された。BGM はすべてアレンジされており、新規楽曲も追加された。全体的なストーリーは、DS 版とほぼ同じだが、修行でゼクスに勝つことができず、使えないように隠してあった相馬をシングが勝手に、 持ち出すという描写が PSB 多版ではゼックスとの修行に勝ち、相馬を与えられるシーンから始まるほか、海岸で琥珀と翡翠が別々に漂流しているなど、一部の設定やストーリーの流れは DS 版と異なる。また、スキットやサブイベントなど DS 版にはなかった追加要素も多数あるが、バイロックスとペリドットの説得シーン、翡翠の一人旅、 イベント、ラトウィックの森のイベントなどをはじめ、DS 版にはあったイベントや DS 版の PV で使用されていたセリフなどが大幅にカット、改変されており、DS 版では他のパーティーメンバーの視点となっていた選択肢スキットはすべてシング視点に変更。一部キャラクターのセリフがガラドやカルセドニーのセリフに変更されているなど、削除、変更されている部分も多い。スピルメイズの リンクカウンターや治癒石のシステムがなくなり、新しく料理システムが追加された。口述の通りバトルシステムやソーマビルドのシステムなども大幅に変更されている。また、DS 版ではコードを持って飛翔していたカルセドニーがプレイヤーキャラ化したことで、地上からわずかに浮いて飛翔している形に変更されている。ゲーム中のムービーはすべてアニメムービーエディション版のものであり、 新たに追加されたムービーもある。以下のほか、アイテムやゲーム内通貨などを販売している。初回封入特典として、アクション RPG、テイルズ・オブ・ハーツ・ R インフィニット・エボルブをダウンロードできるプロダクトコードや、テイルズ・オブ・キズナ、テイルズ・オブ・ザ・ワールド・カード・エボルブ、テイルズ・オブ・ザ・ワールド・ダイス・アドベンチャーで使用できるカードが同梱される。また、デザイン・クロックアプリ、 テールズオブハーツア r クエストクロックのプロダクトコードなどが同梱されるテールズオブハーツア r リンクエディションが同時発売される。インフィニットエボルブ DS 版のドット絵を使用したアクション RPG。シングと琥珀を操作してきとの戦いを繰り広げるという内容で歴代シリーズのキャラクターの参戦やスペシャルスキット閲覧という要素がある。開発はテ a ルズオブイノセンス R と 並行して行われており、メンバーも一部重なっている。ディレクターの直井イ・君は、テールズ・オブ・ザ・ヒーローズ・ツイン・ブレイブの開発が一段落、した後、プロデューサーの大立隆史や制作プロデューサーの村、北美香に、戦闘部分を担当してほしいと頼まれて参加した。ツイン・ブレイブでのシングと琥珀のコンセプトが、元気に跳ね回ること。だったため、ナオは二人が、 どこまで元気に跳ね回れるかというイメージを膨らませた。そして吹き飛ばした敵に、シングがものすごい勢いで追いつくというシーンが浮かび、チェイスリンクというシステムにつながった。開発途中には、イノセンス R のキャラクターアルカを使用し、チェイスリンクのテストを行った。北米では2014年11月11日、欧州では2014年11月14日発売。 音声は日本語のままで字幕がついている。このほか、アスキーメディアワークスから、ハーツ及び、ハーツ R のアンソロジーコミックがそれぞれ一巻刊行されている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。テールズオブハーツアール r に関するカテゴリ。ありがとうございます。